おはようございます。10月15日朝の7時10分です。東北道下り菅生パーキングエリアです。今日はもう深夜割引聞いてるので鰺ヶ沢まで行きます。できれば温泉探してお風呂入りたいです。おろしは明日の朝9時です。ということで7時半になったら出発します。今日もよろしくお願いいたします。お疲れ様です、時刻は11時ちょうどです、ここは東北道下り花輪サービスエリアです。住所だと秋田県鹿角市ですね。430休憩です。まあお昼もなんか食べようかと思います。では休憩します。
れ様です。時刻は午後1時32分です。道の駅森田です。ちょっと様子を見てきます。旧増田家、今そば屋になってます。いや、すごいリンゴが安かった。5キロで380円っていうお買い得のがあったんだけど、まあ5キロで380円でも安いよね。まあいろいろそのまま食べるにはあれかもしれないけど、料理とかジュースとかにはいいなと思ったけど、まあそれその前に 2種類買ってあるの買ったのでやめときました。あとでまた来ようかな。とにかく風呂行ってきます。じゃ、温泉到着です。はい、お疲れ様です。ただいま午後2時40分お風呂入ってきました。ここの温泉の水は、まあ海のそばっていうこともあるのかなんか知らないけど、源泉かけ流し、あの水が塩水を含んで塩分を含んでて、風呂場のタイルがぬるぬるしてました。危なくこけるとこだった。海のしずく安かったです。360円です。いいですね、田舎は安くて。天然かけ流し360円、安い。ではさっきの道の駅に行って休息します。朝まで、まあそこはトイレ自由に使えるから。でお店がね、レストランは4時がラストオーダーで、お土産品売り場に弁当とかもあったんだけど、そこは6時で終わりだから、ご飯物買うんだったら6時までに買っとかないとダメだな。まあ、ということで、あ、さっき観光バスが来てたんで、お客さんがドワーッと来て、外でリンゴ売ってんだけど、リンゴ売り場が人でいっぱいになってました。はい、じゃあ戻りたいと思います。はい、お疲れ様です。
予定変更してちょっと卸し場所の近くまで行ってみようと思ったら止められそうな広い駐車場のコンビニがあったので、ここで休息することにしました。今2時58分です。ここで休息します。朝まで、はい、道の駅に行こうかと思ったけども、まあね、ちょっと買い物が不便だからこっちのコンビニにしときます。卸し場所はここから4キロ弱です。10分ぐらいです。ということで朝までゆっくりしたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。